にちは。今回はというか、まあこの間のこのこれね。これ精神剤の余りっていうのかな。それまあ余りっていうか、まあ、ちょっとまあ余分に取っといたんだけど、を半分に切ってどっか貼っていこうっていうことで、ここのね、これツイッターじゃないんだよね。スコーカーなんだけど、スコーカーにの周りにつけてやろうかなと思ったんですよ。これなんでそこつけるかっていうと、これツイッターだとそんなにこうブルブルしないんですけど、あのスコーカーなんでやっぱね、中音低音もね若干出しちゃうんですよね。で出した時にブーンブーンってこうこの辺がねブル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 いう感じがするんで、だからこの辺ちょっと抑えてやるか、手が外れちゃって外れちゃって、これで外れるか、スプーンだプラスチックのスプーンで外れるかどうか、爪でも剥がれちゃうぐらいこんな感じでやると、で意外とね結構しっかり ついてますね。大丈夫ですね。直列にしてるんで、1本線が外れちゃったら両方なっちゃうんで、上と下だからまあ分かるんですけど、はい、断線しちゃったらね。でこっちとこっちとこっちとどっちかな、ここはまあ微妙だけど、ちょっとねここがね、あの段差になってるっていうかね、こういう感じになってるんですよ。ここはどうかな、やっぱ平らなところだよね、なるべくね、うん、貼ってやろうかなと思ってます。10×5 のやつを半分に切って、本当はねちょっと出ししなきゃいけないんだけど、ペロンと剥がしてやって、まあねここのザクが邪魔、あのパネル、このパネルがメーターパネル、メーターフードパネルっていうのかな、うん、それはガパッて外せるんで、それ外しちゃってもいいんだけど、外せなくなっちゃうから、ここ貼っちゃうとそれもまずいな。ってことはこっち側は貼れなくいいんですよね。要はこのメーターパネルの向こう側っていうのかな、そっち側にちょっと貼ってやろうかな。正直ね、これは良くなるかならないかって微妙ですね。なんとなくやってみようっていう思いつきでやってるだけで、ツイッターつけてる必要ないかなっていう感じはしますね。そんなブルブルくるわけじゃないと思って、その高温だと思って。まあこんな感じで、こんな感じで裏側に貼ってます。こっち側あれか。ここにね、筋があるんですね。この辺りに筋というかなんかこうあるんですよ。まああるんですよ。触ってみてわかります。で、あとこっち側は何もないんで、ちょうどここの広い部分、この部分かな、この部分に、貼ってやろうかなと思います。だから2枚かな、剥がしちゃって、でちょっと見えにくいかもしれない、自分もやりにくいんですよね。ここにもやっぱなんかねボコッとしたのがあるんですよ、エアコンのダクト。ここにもやっぱボコッとしたのがあるんですよ。だからボコッとしたやつにこうなんか沿って貼ってはというか貼っちゃったんですけどね。でまあこっち側と両方貼った、対角で貼った感じの50をさらに半分にして 25×50mm ね、これを貼っていきましょうか。手前と奥にね、とりあえずこれで手前側に貼っていきます。できっちり貼りたい方はやっぱこのメーターフード外した方がいいですよね。うん。で、剥離紙が取れない。どうしよう。どうしよう。やばい。どうしよう。よし。でこれでしっかり圧着させてやる。あの指切んないようにしてください。ね、切り口で切っちゃう場合がある。本当はヘラとかでやった方がいいけどね。ましたと。わかんない。最初の音出さなきゃわかんないよね。もうこれあと聞いてみてしかわかんないから自分がね。まあこれで、まあだいたいこの縁いっぱいぐらいには貼った感じですね。でこれで戻します。ピンの位置合わせて。
感じでこうなんていうの完全に密着させちゃえばそんなにこうブルブルしないかなっていう感じするんだけど、これ密着させたら取れなくなっちゃうから、まあ、それもどうかなっていうところなんですよね。まあ、とりあえずこれで様子見てみましょう。反対側もやるんだけどね、もちろんね。あー、やっぱね、ちょっと両方今あの周りの方、周りのスピーカーの周りをね触ってるんですけど、低音のね、なんかそのビーブルルっていう感じが精神剤張った方が収まってる感じっていうのかな。あ、これ効果あるかもしれないですね。ああ、うん、他の曲でもいろいろ今試してるんですけど、ビビリ音がもう完全にこっちの方がないですね。ないっていうか、うん、少ない。ああ、結構いいかもしれないですね。あの何回か自分で聞いてると分かるんだけど、このボンボンってこう作る時のブーンブーンっていうのかな、なんていうブルブル感がねなくなりましたね。あ、これいいかもしれない。よし、これでちょっとロードインプレッションしますね。こんにちは、ロードインプレッションのお時間です。行ってるそばから赤なんだけどね、信号がね。今中華街ですね。はい、今ちょうど横浜スタジアムの前ぐらいなんですけど、はい、なかなか信号がね、信号が多いんでちょっと違ってどうかな。はい、ではロードインプレッションですね。何回目だろう。やっと流れてきたんで、信号捕まんないで止まったらまた信号だし、まあ総称というかもう簡潔に言っちゃうんですけど、後ろのねスピーカーがやっぱね協調性が強くてっていうか、うん、強くなったっていうかな、うん、でサイドパネルについてた時よりもこう何ていうの、直線的にこう何ていうのかな、伝わるっていうのかな、耳の後ろの方でこう何かね高音をうまく感じるようになったっていうか、うん、なんつったらいいのかな、ちょっと難しいんですけどね。まあ要はその今まで高音っていうのはほとんど出してなかったんだけど、あのコアキシャルの高音の部分、ツイッターの部分が結構ね出るようになりましたね、後ろからね、うん、だから前の方フロントをね結構低音重視にしてる感じではあるから、それに対して後ろから高音ってまあちょっとね人によってはあんまり嫌な感じになるかもしれないですけど、僕はそんな悪くないですね、うん、なかなかいい感じですなんですけど、うん、それもねなかなか良くなった、あのビビリがねなくなったっていうのかな、低音がどうしてもね響いちゃう、あの曲があるんですよ、うん、これはまあいい方ですけど、ね、まあ高音の歌だからね。低音の曲がまあこの辺だった、まあ、曲は結構ね低音の曲だと思うんだけど、でね今港ぐらいのね、あ、左側なんだ、あ、映んなかったかな。あの、なんだっけロープウェイそうかなと思ったらちょっと的が外れてるとこ撮ってましたね。もしかしたらチラッと映ってもし今コスモワールドのあたりかな。夕日が撮れましたね。ちょうど今、ちょうどでもないけど、
3時半ぐらいですね。日が結構短くなった感じかな。で、まあこういう信号で止まってる待ってる時ね、この時にこの人はもう最高です普通にいい感じ。フロントのビビリ音もねだいぶ低減されて、でリアからのね、リアからもねやっぱ低音を感じるんですよね。あんだけでっかいとね、スピーカーでっかいとね、ちょっと今荷物積んでるから後ろ映せないんだけど、後で後ろ向けてみますね。後ろ後方映像みたいな感じで。ただなんかスピーカーを多くすればいいっていうわけでもないと思うんだけど、やっぱスピーカーの位置もう結構重要なんだなって思いますね。であと後ろも4オーム4オームだから、で直列だから8オームになってるはずなんですよ。だから8オームだから、まあオーディオにもまあそんなに負担はかかんないっていう感じかな。8オーム、まあフロント8オーム、リアが8オームになってるはずなんで。